大変申し訳ございませんでした。え、以前アップしたオメスの動画に不適切な表現があったことをお詫びします。すみませんでした。なんだよ、不適切な表現って やばい感じ。マジ。経緯説明をさせてください。はい、お願いします。実はオメシス新しい LINE スタンプを作ってるんですね。あ、そうなんです。皆さんめっちゃでかいんですよ。そう、こういう感じのビッグスタンプなんですね。そう、それで一通り完成して LINE さんに審査を出したんですけど、あ、そういえば審査出したって言ってましたね、うん、はい、うん、結果はリジェクト。リジェクト、つまり審査は通過しませんでした。どうしてだよ。その審査が通らなかった理由と、うん、今回の不適切な表現について関係があります。なるほどね。ではまず、うん、今回審査が通らなかったスタンプをお見せしますね、うん、どれが通らなかったんだよ。それはこちらです。これ C がダメってこと、うん、あ、なるほどね。審査に落ちた理由としては、うん、ユーザーが混乱、うん、嫌悪するように設計されているもの、うん、我シスっていうね表現がダメだったんだろうね。あ、これが不適切な表現だったってこと、うん、いや、え、問題は、うん、もう一個の方なんです。あ、もう一個なんですか。そちらをお見せします、うん、こちら。おい、ケツもねえじゃねえか。はい、こちらはですね前に、うん、オメスのペットを作るっていう動画で生まれたキャラクターだったんですけど、うん、私のペット、今回、うん、こちらのケツマネーに問題があったことをお詫びします。どこに問題があるんだよこれな。審査が通らなかった理由、うん、それは、うん、性的な表現を含むもの。どうしてだよ、俺のケツマネ全然性的じゃないでしょ。どこが性的なの。性的な目で見ないで。ケツだよ、ケツ。そうだよ、ケツ。いいじゃん、名前からしてアウトなんだよ。いやいや、ケツはいいでしょ、みんなにケツついてんだからさ。お尻のスタンプってさ、めちゃめちゃ出てんだからね。一緒でしょ。そうだけど、うん、なんか多分さ、ちょっと別のものにさ、うん、見えちゃったのかもしれないね、担当担当さんには。何別物って。ダメなやつ、コメントでもあったようなやつだよ、うん、あ、キーマン、え、キーに見えちゃってる感じ。やめて、やめて。あの、ケツマネーはキーじゃないですからね。ケツですからね。やめて。はい、ということでね、はい、問題があった画像を差し替えて、うん、審査にね、再提出しましょう。あ、頼むぜ。おう、はい、はい、なんと、うん、オメシの新しい LINE スタンプですが、うんうん、どうなっちゃったんですか。審査通過しました。のビッグスタンプ使ってみてください。でかいぞ。それで、うん、ケツマネはどうなった。まあ、ワレシスの方は、うん、ワレシスを削除するっていう対応にして、うん、ケツマネの方は、はい、安定のうんちゃんのスタンプに変更しました。え、うんちゃんはいいんかい。他のラインスタンプはね、こんな感じですね。あ、リオかわいい、ピンクの衣装もあんの。レイちゃんのいろんな表情が使いやすいと思うので、私のなるほどもいいと思う。鼻毛じゃん。へへへ、汚な。本当はね、このお尻ですっていうのと、うん、お尻ですっていうのをかけてたんですね、これ。いやいやいや、つまんな。